ます、ちょっとまだ節々は痛いですけど、解熱剤と抗生剤がよく効いて、楽にはなってます。ちょっと早いんですけど、まだ4時ぐらいですけど、もうほんと早くから休ませてもらったんで、ママさん昨日休みで助かりました。ちょっと朝の準備します。ゆず行こうか。なんでゆずがいるのか。いつ入ったの？入るでしょ。入る人は入っていいよ。寒いみたいですね。結構皆さん、ここでまだ見えます。こんな感じですね。片付けなくてよかったです。ご飯の準備終わりました。ちょっと、ゆっくりゆっくり丁寧にやったんで、まあまあそれでも1時間ちょっとですね。やっぱ早起きするって珍しいのは、ももちゃんが一晩過ごしてるんです。なんでももちゃんが過ごしてるのか私には分かりません。昨日の夜私はもう早く寝ちゃったんで、はい、入れます。小次郎出ないよ。小次郎なんか出ませんよ。小次郎ちょ出ないよ。はいはい、入って、入って。あれいないな。早いだ、いないな。あじゃ入って、早いね。入って入って。入って入って。入って。閉めるよもう。ちょっと待って、出るか。出るかね。あじゃ出ないよ。はいはい。入って。はい、マックン。あれマックンいる。はい、マックン。マック。マックン。マック来ないとみんな出ちゃうよ。マックン。困るわけよ。やっぱりこの時間だとチロルがいないですね。はい、入る。はいはい、おいしょ、ダンマック。はいはい、出る人出て。入んなくていいよ。入んなくていいよ。入んなくていいよ。なんで入んの、みんな。はい、マロちゃん出るでしょ、出るでしょ。キキいいの、キキまた涙が。大丈夫だね、だいたいひどくはないね。いいの、あられもいいの。猫ちゃん、マロちゃん、ご飯は。はい、小麦ちゃん、小麦ちゃんごめんね。小麦ちゃんケージ嫌いだよね。ぴょんぴょん、はい、出てみて。はいはい、文句言ってますね。文句言っております。ぴょんちゃんがいない。あ、いたか。ぴょんちゃんいたね。よし、はい、ご飯だね。もう入るのは初めてかもですね。よし、はい、おはようございます。4月5日、水曜日です。昨日はこの時点からもうなんかちょっとですね、おかしかったですね。朝方37度でした、4時ですね。4時起きて37度、解熱剤、飲みました。今度汗でできてですね、今日はキキの医者終わったら自分の医者も行こうかなと思います。今日はですね、薬日です。薬日、昨日は前薬という、なんですけど、なんで薬日か、薬日なんですよ。怒られちゃいます。ママさんめでたく、本日で還暦を迎えます。60です。60のおばあさんですね。よいしょ。昨日ちょっと、もともとちょっと予定して、夕食の準備もちょっとしんどかったんですけど、夕食ちょっと取りに行こうかって、久しぶりにちょっと外食をしたんで、それは全部、完食できたんで、自分もなんとか、まあ、食べられればね、まあ、猫も人も一緒で
食べられればもうなんとかですね。ご心配をおかけしました。ひどくはならずに済みそうですが、今日医者に行ってきます。はい、太郎さん組行きます。五郎さん組というか太郎さん組というかですね、しし これやってるうちにですね、カメラが上を向いてしまう癖があるんですね。どうしてもちょっと給仕が優先なので、カメラをちょっと意識して下に向けておいたまま給仕すると、まあ、猫たちはとりあえず映るのかなという感じになります。よいしょと、はいはい、ゴロちゃん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 、あんまり下向けるとですね、お顔が映らないっていうのがあるんですけど、まあ、これでなんとか映ったね。ちょっとゆうちゃんは何であげないかって、ゆうちゃんちょっと特別チョコがあります。で、横白も特別食あるんですけど、今日食ってるな。食ってる時にあげないようにしてます。ゆうちゃん、どれかな、ユーティリティ特別食です。はい、どうちゃん食べるんですよね、彼女は。いいことですね。これも、お尻の品物に入っておりました。ありがとうございます。小麦ちゃんです。小麦ちゃんじゃないよ、小麦ちゃんはどうしていいか分からなくて、小麦ちゃん、小麦ちゃんそこじゃ食べられないよね、小麦ちゃんね。どうしよう、小麦ちゃん、小麦ちゃん、ほんで迎えに行ったら、あれは出てこないし、キッキは抱っこで出てきました。でもそれでも猫ちゃんとあれが入ったんで、ちょうど良かったと思います。まあ、はい、どうしよう、食べてください。キッキこれ好きで、あ、久しぶりに朝ごはん食べたね。ちょっとなんかですね、思い当たる節もあるので、ちょっと今日先生に相談してみようとは思います。今そこでフェンフェン外で言ってんで、開けたらすぐ入ってきました。間に合いましたね。これ治ったね。明日ぐらいまで薬飲むよ。そうね、はい、あ、これボンボンだ、ボンボン。小四郎君食欲出てきたね、またね。これいっぱい食べたね。いらないの。じゃあ、ヨン様。ヨン様。ヨン様、ここにある。ここにある。ヨン様、ここにあるって。はい。うん、小次郎くん偉いじゃん。いいじゃん、とっとっと、とっとっと、ラミちゃん、とっとくん、とっとくん、はい、とっとくん、ラミちゃん、こっちに、こっちに、こっちに、はい。
くん食べますね。やっぱ食べる子は本当に元気です。今日はまあみんな食欲あって、うん、よかったです。なんと時間いい、トラちゃんとゆうちゃんですね。で先食いはポテコさんと、なんかどうしたらいらないのか。もうちょっと食べる。どうする。これもうまだいたのね。そうね、もうまだ食べないんでね、まだ。よいしょよいしょと、足の下向きということで、ね、よいしょ、置いといて、はあ、ね、また夏は変なとこ行っちゃうな。夏食べて、キョウちゃんここにあるじゃん、キョウちゃん、ここ開いてんの、開いてんの、はい、ゆいちゃん、はい、で、小麦ちゃんとゆずちゃんを確認しました。はい、どうぞ、行ってらっしゃい。はいはい、はい、食べちゃった、はい、入っちゃった、入っちゃった、入っちゃった、よいしょ、小麦が気がついた。ボンボンがまた帰ってこない。ボンボンはさ、いたけどご飯食べずに出ちゃったって、うん、ほら、小麦ちゃんと仲の良かったさっちゃん来たよ。ボンちゃんは子猫のご飯の時間になると帰ってきます。はいはい、どうぞ。なんでゴロさんが来るかがよくわからない。ちょ、タッチ、タッチ、おいでごらん。頑張って、タッチ、よし、タッチの番だよ。レイちゃんも抱っこしたんですけどね、レイちゃんもやっぱり重いですね。レイちゃんももう4キロ近くあると思います。この兄弟は、姉妹は多分大きくなるタイプかもですね。なんかやっぱりちょっとこうやって喋ってると喉が痛いですよね。なんでこいつらにあげてんの。いやいや、これは何、これで、ね、もうそう、もう耳なんか本当に腎臓サポートでいいぐらいだから。なんかすごいな。なんかやっぱり、キビの春の植え付けが始まるんで、なんかこんな感じですごい状況になってます。それでもここにいるんだよな、お前はな。はい、はい、入るよ。ほら、ジュラさん、ジュラさん、はい、はい、はい、このお父さんの車もちょっといろいろ乗っかってて、ちょ、よいしょ、はい、おお、結局だって、はい、ほれ、お散歩軍団行くよ。チラさんは、おお、車の中で待ってても、まるー、おいで、お散歩行こう。はい、風強いからね。ちょうど7時です、病院は8時20分なんで、ちょっ
と、車の中の荷物の整理をこのまま内田さんを中に入れたらですね、してしたいと思います。よいしょ。昨日は本当もう夕方ダメで、ママさんが休みでヤギの餌も取ってくれたんで助かりました。はい、お散歩組行くよ、トラちゃん。あ、マルチョ来たね。マル、帰るよ。雨だ雨だ。帰る。久しぶりのアップです。邪魔すんだよ。おいで、ロクちゃん、おいで、ロクちゃん、いちロクちゃん、邪魔ね、ロクちゃん、こっち、よいしょ。まあ、ちゃん、今度は反対側、右目分かんですけど、昨日よりだいぶ良くなって、薬塗ろうね、またね。1日3回軟膏も塗ってます。ちょっと早めに仮眠ができたので、よいしょ、行かないの、ご時刻が出てきましたね。あ、なんか意外なことにまだオカペがちょっと人気ですね。イルンポです。風が南の方向いてきてますね。来ましたね、3匹。お、カメラが、珍しい人が。
あんちゃん。ケーキは食べたんで、ね、あと結局猫ちゃんはこれを買い取ってますね。よしよし、はい、どうやって乗っかったかな。こう見て、これがこの食べりゃいいんだろうよ。これってちゃんは、なんかトイレの中で寝てましたね。ちょっといっちゃう。トットちゃん最近なんか人気ですね。痛いよ、なんだよ。邪魔しないでよ。はいはい、おやつ食べて、ケーキすぐ戻っといてよ。おやつ食べて、はい、出て、はい、早く行っていて、行きません。何かの間違いかと思ったんですけど、小次郎かと思って、別に何気なく、トマちゃんなんで家にいるんだ。
どうして？トラちゃん家でのおやつなんか子供久しぶりですよね。具合が悪いわけじゃないな、トラちゃんな。頭ちょっとな、怪我して、でも治ったね。頭ちょっとなんかぶつけてるから、なんか引っかかってですね、浅く傷しててちょっとはげちゃったんですけど、お世話を実は飲んでました。治りました。よいしょ。あら、珍しい。サービス。